皮質は、体上皮質の全部で、脳の左右の大脳半球間の神経信号を伝達する繊維である脳量を取り巻く襟のような形をした領域である。この領域には、肺側部と副側部が含まれている。前帯状皮質は、血圧や心拍数の調節のような多くの自律的機能の他に、報酬予測、意思決定、共感や情動といった、 認知機能に関わっているとされている。前帯状皮質は、それぞれの持つ機能に基づき、解剖学的に実行、評価、認知、情動の4つの領域に分けられる。前帯状皮質は、前頭前皮質と頭頂葉のほか運動系や、前頭眼野とも接続して、刺激のトップダウンとボトムアップの処理や、 他の能領域への適切な制御の割り当ての中心的役割を担っている。前帯上皮質は学習の初期や問題解決のような実行に特別な努力を必要とする課題に特に関係していると考えられている。エラー検出、課題の予測、動機づけ、情動反応の調節といった機能を前帯上皮質によるものとする多くの研究がある。また、 ストループ課題実験を計測する実験における一般健常者の前帯上皮質の応答は高くなっている。一方、課題への集中力の減少に関する多くの研究に資金が集まっている。このような現象はしばしば注意欠陥、多動性障害として診断される。猿を用いた最近の研究によって前帯上皮質の活動の低下は 視覚手がかりを報酬予測に用いることを学習する能力の減少を引き起こすことが明らかになっている。前帯状皮質には防水系神経細胞と呼ばれる神経細胞が存在する。この細胞は前帯状皮質以外に島皮質全部にも存在し、人の他には類人ザル、ザトウクジラ、シャチ、マッコウクジラなどに存在する。 前帯状皮質の活動の増加が観察される典型的な実験課題として被験者がエラーを犯すような可能性を作る競合性を生じさせるものがあるそのような実験課題の例としてエリクセンのフランカー課題と呼ばれるものがある単純なものでは例えば競合的または非競合的なディストラクターに挟まれた中央の矢印の向きを答えさせる課題がある 他の非常に有名な競合性を引き起こす課題として、ストループ課題がある。古典的なストループ課題は、単語と色が一致した場合や、不一致した場合において、その単語の色を答える課題である。この時人の単語を読む能力が、単語の色を正しく答えようとする際に干渉を引き起こすため、競合が起きる。この課題の派生として、 中立的な刺激や干渉を及ぼすような刺激の定時回数をボタン押しで答えるカウンティングストループ課題がある。ストループ課題の別のバージョンとしてエモーショナルカウンティングストループ課題がある。この課題は干渉を及ぼす刺激として殺人のような強い情動を引き起こすような刺激を用いること以外はカウンティングストループ課題と同じである。 異なる種類の競合を引き起こすことにより、迷い上皮質の多くの機能を区別することができる。しかし、このような課題で、刺激の競合性を変化する際に、課題の何度もまた変化してしまうことには、注意が必要である。つまり、競合性の違いによる迷い上皮質の活動の変化は、認知的競合ではなく、このような難度の差によって説明できてしまう恐れがある。 もしそうであるならば、前帯上皮質は、競合的な処理を行う、脳領域ではなく、他の脳領域で行われる競合的な処理と、相関した活動を示す領域ということになってしまう。前帯上皮質の電気刺激が、うつ病の治療に役立つという、神経外科学的研究がある。前帯上皮質の損傷の効果の研究から、健常者の脳機能の一部に関する知見が得られる。 前帯状皮質の損傷と関連付けられる症状としてエラー検出の困難さや競合的なストループ課題の遂行の困難さ、情緒不安定、不注意、無動無言症がある。また、統合失調症の患者において前帯状皮質の損傷が見つかっている。その研究では、 空間的位置の競合を引き起こすストループ課題に似た課題において異常なエラー関連性電位が見られた。ADHD の患者ではストループ課題を行っている際の前帯上皮質の配足部の活動が低下していることがわかっている。以上のようなイメージング及び電気生理学的研究から前帯上皮質が多くの機能を担っていることが示されている。 脅迫性障害の患者では、前帯上皮質におけるグルタミン酸活動レベルの不自然な低下と他の領域での過剰なグルタミン酸活動レベルの上昇が見られる。このことから、この領域が脅迫性障害と関連していることもわかっている。前帯上皮質は意識的体験に必要な多くの機能に関連付けられている。 より情動に敏感な女性の被験者ほど短い情動的なビデオを見ている際に前帯上皮質の活動レベルの上昇が見られる。情動的な気づきの向上には情動的な指令や標的のより優れた認知が必要とされ、このような認知は前帯上皮質の活動が反映されている。2008年の研究で 新種のティナマリスタディに参加した成人の脳の MRI 画像の研究により、子供の時に重度の鉛中毒にかかった人は大人になった時に脳の大きさが小さくなっていることが示されている。この効果は前帯上皮質で大きく鉛中毒患者の認知的、行動的障害に関係していると考えられている。ありがとうございます。